の政治家元学生運動家中世南道青出身1995年に、ソウル特別市副市長、近代中政権時代の1998年3月から1999年5月まで、第38代教育部長官、ロブゲン政権時代の2004年6月から2006年3月まで、第36代国務総理を務めた。 リアキヒロ政権末期の2012年6月から12月に野党第一党民主党合党の代表を務めた。2018年8月25日から2020年8月29日までムンジェイン政権の与党共に民主党の代表を務めた。1952年に中世南道青洋軍で公務員の息子として生まれた。 父は日本への留学を行ってきたリハビリテーションの人事だった。ソウル大学社会学科在学中の1970年代民主化運動に身を投じ、1974年の民生学連事件と1980年の金大中内乱陰謀事件で2回投獄されている。 民主化後の1988年に行われた第13代国会議員選挙でソウル特別士官学区を選挙区に平和民主党から出馬し民主正義党の金消費としらを破って初当選。その後出馬しなかった2008年の総選挙を除いて2016年の総選挙まで計7回当選。 1995年5月から12月、ソウル特別市副市長、近代中政権下では、新千年民主党に党籍を置き、1998年から1999年まで、教育部長官を、2000年から2001年は、政策委員会議長を務めた。教育部長官時代には、高校の夜間実習と月ごとの模擬試験を廃止する。 教育改革を行った。これにより、教育現場が主観して、2002年度の数学能力試験で低い成績を記録したことから、理解、三世代という流行語を生んだ。2002年末の大統領選挙に向けた、民主党内の予備選で、大統領候補の座を、ロブゲンらと争い破れたが、ロブゲンの選挙企画本部長を務める。翌2003年、 ロブゲン大統領の中国特使団長、ヨルリンウリ島の総統準備委員会の企画団長として活動した。ウリ島に席を移した後、2004年6月30日から第36代国務総理になる。ロ大統領の側近として国政全般を仕切った。2006年3月1日の鉄道ストライキによる交通混乱のために非常勤務体制の中、 31節の行事も欠席し、ゴルフに出かけ、さらにそのゴルフの参加者に違法政治資金提供者がいたことが報道され、3月5日に自ら辞意を表明した。同年10月27日、大統領府の政務特別補佐官に就任、2007年3月には北朝鮮を訪問し、近英南最高人民会議常任委員長と会談した。 2007年代官民国大統領選挙では、ウリ党の後継政党である大統合民主新党の候補者予備選挙に出馬したが、低党 A や孫鶴系に次ぐ3位に止まり敗北した。2008年1月に民主新党を離党し、同年4月に行われた第18大総選挙には、不出馬を表明した。選挙後、新ロブ原系のシンクタンクで活動を続けていたが、 ロブゲン、近代中元大統領の死去後、政治的活動を活発化させ、進歩系市民団体が野党統合を推進するため2011年9月に結成した革新と統合の常任代表の一人となった。民主党と市民統合党及び韓国労働組合総連盟が2011年12月に統合して民主統合党が結成されると、理解3は、 常任顧問に就任した。2012年4月に予定されている第19代総選挙では、清掃特別自治市選挙区から出馬する意向を3月19日に明らかにした。そして選挙の結果、陳太平自由先進党代表などを抑えて4年ぶりの帰り咲きを果たした。総選挙で民主党強盗を含む、 野県が事実上敗北した責任を取って、半明宿代表が辞任したことにより実施された、党指導部選挙に出馬。地域別に行われた、大議員投票では、広葉の金半ギルに遅れを取る結果となったが、首都圏大議員投票と、党員、市民選挙人団による、モバイル投票で巻き返しに成功。僅差で、金半ギルを逆転し1位となり、 6月9日の全党大会で党代表に選出された。12月に行われる韓国大統領選挙における野党権有力候補であるアンテッシュとの候補者一本化交渉の中で党指導部大臣を求める声が安川から上がったことをきっかけに11月18日、李代表以下の党指導部全員が辞任した。2016年4月の第20代総選挙では、 所属していたともに民主党の非常対策委員長、金正糸氏によって投稿人から排除されたため、無所属で清掃市選挙区から出馬して当選。金正糸氏が民主党非常対策委員長を退任し、秋宮井が民主党代表に就任した後の同年9月に民主党に復党したムンジェイン政権発足直後に、 中国への韓国大統領特使として派遣されるものの、香港行政長官と同格の扱いを受け、礼遇との報道がなされた。2018年8月25日、ムンジェイン政権の与党、共に民主党の代表選挙で、総英吉、金ブリビシャクラを破って、党代表に就任。2020年4月の国会議員総選挙には出馬せず、 8月29日の党代表の人気満了と共に政界を引退した。ゴルフにまつわる失敗は過去にもあり、2005年4月5日の植木日に寒温度で大きな山火事が起きた時にもゴルフをしていたために避難され国会で謝罪している。7月2日、南部地方での集中豪雨の時もチェジュ島でゴルフをしていたという。ありがとうございます。